ボジョルノ、こんにちは。亀屋食品商品部佐藤です。いつもありがとうございます。今日紹介したいワインは、ベルモットでは、抜群の、知名度を誇るチンザノ、チンザノから、3種類のスパークリングを紹介したいと思います。まずはこちらですね。こちらプロセッコ、750ミリです。州はベネット、品種は、グレラです。こちら真ん中の方が、ピノシャルドネですね。こちら200ミリなんですけれども、それぞれ、375ミリ、750ミリと、これは3種類あります。こちらは、州はピエモンテで、品種はピノビアンコとシャルドネです。あとこの最後、こちらアスティになります。アスティでこちらも200ミリ、375ミリ、750ミリと、こちらも3種類あります。こちらは、州はピエモンテで、品種はモスカートビアンコになります。まあ、この中で、このプロセッコだけはこの750ミリだけになります。それではインポーターの情報をもとにテイスティングしていきたいと思います。まずはプロセッコからです。結構泡立ちが強いですね。今そちらにお持ちするんで。どうでしょう、綺麗な泡がスーって立ってる気がしますね。色的にはそうですね、そんなにやっぱ濃くはないですけど、レモンイエローって感じですかね。うん、香り的にはリンゴとか梨っぽい香りがします。うん、味的にはちょっとフルーティーな感じがしますね。なんかすごいドライドライ、すごいドライ辛口ってよりもちょっとフルーティーな、ちょっと可愛らしい感じの甘さがありますね。うん、いいと思います。美味しいです。次は、ピノシャルドネです。この小さいサイズってちょっと泡が弱いかなと思いがちなんですけども、意外とあるんですよね。これも綺麗に泡が立ってますね。こっちはさっきのプロセックにももっと色が淡い感じですね。うん、ピノビアンコシャルドネって感じの、ちょっとなんかキリッとした酸味を感じるような香りですね。うん、これはさっき のプロセックと比べるともっと全然辛口でドライですね。辛口って言われたらやっぱこれを出すのが一番いいかなと思いますね。うん、これぐらい辛口だと、そうね、前菜から乾杯から前菜まで全然いけるんじゃないかなと思います。次はですね、じゃあのアスティです。じゃアスティの甘口なんで、久々に飲みますね、アスティ。これもしっかり泡が上がってきてますね。うん、いい感じですよ。でもなんかやっぱちょっとアスティだけあって、なんかトロッとしたなんて濃度をちょっと感じますね。うん、マスカットって感じの香りがすごく、うん、やっぱりモスカートなんで甘いんですけど、やっぱ泡があるんでなんかスーッと入ってきますね。なんかちょっとアルコールが苦手な女性とか、こういうの乾杯とか、あとはそうですね、デザート、今だったらパネットーネとか、そういうのと、デザートで合わせてもすごく美味しいと思います。うん、すごいこれプロセッコ、ピノシャルドネ、アスティってすごい色がちょっと可愛いと思うんですよね。ぜひこれなんか合わせて飾ってあってもすごいクリスマス感が出るんじゃないかなと思うんで、それも楽しみかなと思います。そうですね、先ほど言ったようにプロセッコは750ミリのみ、シャルドネ、ピノシャルドネとアスティは200ミリ、375ミリ、750ミリと用意してあります。それぞれですね、場面とか人数とか、乾杯だったり、まあ、ドイツだったりに合わせて見たりと、使い勝手はすごくいいんじゃないかなと思います。
ぜひ、試してみてください。グラッツェ。今後もいろいろなワインを紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。